인멸을위한행위라고말할수있다그뉴스をお伝えします。敬愛する最高指導者金正恩委員長の普及の著作、偉大な金日成金正日同士の党の引用は必勝不敗であるが、豆苗母施設に対してロシアのなんとかフォルマト出版社から出版されました。以下太陽説及び光明母施設記念カンボジア準備委員会が発足しました。準備委員会は太陽説と光明母施設に際して偉大な金正恩主席と偉大な金正日総書記の尊い革命的生涯と不滅の業績をマスカラを通じて広く紹介し、多彩な政治文化の催しを行うことにしました。光明母施設に際して偉大な金正日総書記の業績についての討論会がネパールとバングラデシュ、ドイツ、イギリスで行われました。各界名士のほか大勢の人が参加した討論会で発言した人たちは、祖孫革命と世界の自主開業に尽くして成した金正日総書記の不滅の業績を称え、毎年2月に世界の進歩的人々が不正室の偉人への熱い敬語の連呼のる多彩な記念行事を行っていることについて、また敬愛する最高指導者金正恩委員長の精力的な活動によって祖孫半島に平和と繁栄の新時代が開かれていることについて述べました。光明母施設に際して金正恩大元帥の誕生77周年記念スイス準備委員会、ペクトーさんの偉人賞賛の国際祭典スイス組織委員会、スイス祖孫委員会、スイス土思想研究会が共同声明を出しました。声明は、金正日大元帥は抗日武装闘争さなかの1942年2月16日ペクトーさんに生まれた。大元帥の誕生は祖孫革命において歴史的な意義がある出来事だった。大元帥は戦後政治を行って祖孫を社会主義の不滅の砦に固め、国の統一を民族至上の課題とみなし、必ず国の統一をとの金正主席の遺訓を貫くため正しく導いた。金正日大元帥の思想と異名をそのまま引き継いでいる金正恩委員長は、祖孫の社会主義強国建設と統一の聖なる偉業を精力的に導いている。金正日時代は栄えある金正恩時代にしっかり受け継がれていると述べています。祖孫労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、祖孫民主主義人民共和国国務委員会副委員長のパク・ポンジュ内閣総理が各鉱山と工場の実態を現地で把握しました。各総理は、ヨンヨ鉱山と中山鉱山、新芸臨海石鉱山の実態を把握し、先行施設を近代化して生産能力を高めることを強調しました。現地で協議会が開かれ、生産工程の技術改造を促し、関係部門で資材を迅速に供給し、鉱山労働者の生活環境を改善するための対策が講じられました。各総理はまた、キム・ジョンスク平壌防食工場の実態を把握し、品質向上の原則を徹底させる一方、生産文化、生活文化を高いレベルで確立することについて強調しました。11日、第34回キムチェク工業総合大学科学技術祭典がオープンしました。自力更生の精神と科学技術の威力というテーマで開かれた祭典に、キムチェク製鉄連合企業所の酸素熱放光炉の統合オートメ化システム、火力発電所の微分単ボイラーの燃焼コントロールによる効率アップと燃焼安定化技術、サムジオンジャガイモ粉末生産工場の循環流動層ボイラー、そして原料と資材、設備の国産化の実現に役立つ研究の成果など230点余りが出品されました。
採点は機械、情報技術、金属採掘、基礎科学など9つの分科別に科学技術の成果の発表会及び展示会、新技術の交流の形で行われる予定です。工業物施設に際して12日中朝武官団が知念村総合大学を訪れました。一行は大学の革命史跡館と電子図書館、行いプールを見ました。公明母施設に対して12日、大学及び国際機構の中朝代表部の人たちが、自由手術工場を訪れました。機構は、遠隔紹介室と、統合生産コントロール室、生徒職場などを見ました。この日、機構は、平安化粧品工場も見ています。公明母施設に対して12日、各国の中朝大使館付き文化及び友好関係者が平安教育大学を見ました。一行は教育科学展示館、小学校での授業の実技室など大学の各所を見ました。ベトナム社会主義共和国はサム・ビン・ミン政府副首相兼外相を率いるベトナム外務省代表団が12日空路平壌入りしました。朝鮮の北と南海外の諸団体総裁の北と南の宣言を履行するための2019年冷春連帯の集いが12日と13日の両国国外館で行われました。集いに民族和解協議会会長の朝鮮社会民主党中央委員会金洋委員長、6月15日共同宣言実践北側委員会委員長の祖国統一民主主義戦線中央委員会パク・ミンチョル議長兼書記局長、6月15日共同宣言実践南側委員会リン・チョンボク常任代表部長、民族和解協力全国民協議会キム・ウングル代表常任議長、6月15日共同宣言実践海外側委員会ソン・ヒン・ル委員長、大中国朝鮮人総連委員会チャーサンブ副議長をはじめ北と南海外の各会団体の代表が参加しました。初の行事として行われた北と南海外の代表者会議で発言した人たちは、思想と理念、政権と制度の差を超えて連帯連合を実現し、歴史的なサンオドム宣言と9月平壌共同宣言を履行するための民族挙げての進軍をさらに加速化して、今年北と南の関係発展と祖国統一事業にまた一つの画期的な転換をもたらすことについて述べました。外省社会務では8000万の朝鮮民族に送るアピールが採択されました。6月15日民族共同委員会委員長会議と各階層の団体別の対面、太陽を迎える決意の集いで、北と南海外の代表は心と志を合わせて自主統一と平和繁栄の新たな理想表である北と南の宣言を履行するための聖なる道のりで、その信頼と本人を全うする意思を示しました。外中国朝鮮人総連合会中南地区協会スポークスマンが8日、北と南の関係発展と平和繁栄、祖国統一事業の実現に一層邁進すると題した談話を発表しました。談話は、外中国朝鮮人総連合会中南地区協会の人皆は、北と南の関係発展と平和繁栄、祖国統一事業の実現で虚無の進展を遂げるための朝鮮民主主義人民共和国政府、政党、団体の合同会議のアピールに応えて、今年を民族の歴史に記されるまた一つの劇的な年に輝かせるため奮起するだろうと述べています。南朝鮮の連合ニュースによりますと、国民主権連帯大学生シンポリンが青年党が9日コンハムンの周辺で反米闘争の宣言式を持ち、米軍の撤退を求めました。宣言式で発言した人たちは、平和統一の時代に米軍がこの地に駐屯する何らの理由がないと主張しました。ついで一行は抗議文を手渡すためアメリカ
カ大使館に向かいました。13日付の労働新聞に金正恩将軍が平和の新しい歴史を書くと題して、在日朝鮮人の王仁祖さんの文が載りました。文は、全民族と世界の人々は平和への熱望と明るい未来に対する期待の中迎えた2019年の元旦から、朝鮮半島の平和のための最高指導者金正恩将軍の歴史的な旅程が世界の焦点を絞っているとし、朝鮮半島の運命を変えた平和の利権、将軍の戦略的選択肢は愛情こもるもの、将軍の歩みによって平和の大道が開かれるというサブタイトルで、朝鮮の新たな姿をもたらしている金正恩将軍の不滅の業績を詳しく伝えました。また金正恩将軍が指し示す今年の予定は、民族の生活に変化をもたらし、民族と世界の歴史も変える方向を示す平和の大道だ。朝鮮半島を最も平和で末永く栄える民族の真の洋乱に作ろうとの将軍の美しい理想が実現するとき、世界は変化した朝鮮を見ることになると書いています。以上で国地間ニュースを終わります。アナウンス担当は関西に応援するでした。こちらは朝鮮の声放送です。金正恩的愛国主義は強国建設の原動力。今朝鮮では金正恩的愛国主義が社会主義強国建設の原動力となっています。それは金正恩的愛国主義が社会主義強国建設運用の思想精神の造船だからです。金正恩的愛国主義は偉大な金正恩総書記の崇高な愛国主義です。総書記は誰よりも国と人民を心から思いやり、国の繁栄と人民の幸せのために一生をキャンドルのように燃え尽くした不正室の愛国者でした。総書記が一生を通して築き上げ巡り渡した全てのものは、国の尽きない繁栄のための最も貴重な財宝です。金正恩的愛国主義が国と人民に対する愛情の最高の鏡、革命家の生活と闘争の教本となるのはこのためです。社会主義強国建設はこのように国に尽くす熱い愛情と純真の精神がなく、真の愛国者によって力強く推進されます。それで金正恩的愛国主義は社会主義強国建設運用の思想精神の源泉となるのです。金正恩的愛国主義が社会主義強国建設の原動力となるのは、またそれが国の明るい未来を育み、子孫万代の繁栄の一方を固めるための必勝の利権だからです。社会主義建設運用は東大に終わるものでなく、代を継いでの愛国運用です。国と民族の明るい将来を見通し、愛国の代をしっかりと受け継いでいく未来の立派な統領を育てた、ここに金正恩的愛国主義の偉大さがあります。次の世代のために、未来のために、これは金正恩総書記の必勝の信条でした。何事につけ国の将来を見通して万年の敬意のものになるべきというのは、総書記の愛国の信念でした。金正恩的愛国主義はまさに歳月が流れ、世代が変わっても永遠に輝かせ、無限していくべき社会主義強国建設の努力あるべきです。朝鮮人民は総書記の意思に従って一つを建設し、創造しても国の未来を見通して万年の計のものにしています。金正恩的愛国主義が強国建設の原動力であることについてお話しました。自力更生、国家奮闘の革命精神を発揮して、
にある326電線工場は、祖孫では指折りの電線生産企業です。各種電線を生産するこの工場にも、偉大なキム・イルソン主席と偉大な金正恩総書記の指導の業績が厚く秘められています。1994年、2005年10月、工場を訪れた金正恩総書記は、キム・イルソン主席がその敷地を見立てた工場の発展の歴史を感慨深く思い起こしました。そして、長時間にわたって各生産工程を見て、技術の水準と生産の実態について詳しく把握しました。工場では苦難の工分とも言われるほど、国が最も苦しかった時、悲観せず、イノベーションに力を入れて生産工程を一新し、工場の外と中を見事に構築しました。総書記は各種サイズの電線が量産される生産工程と良質の製品に見入りました。未来への自信と楽観に満ちて生産を絶えず増やし、工場を一新させたことに大きな満足の意を表した総書記は、こうした誇らしい成果は祖孫人民の揺るぎない意志をそのまま示しているとし、工場の労働者たちを高く評価しました。そして工業で基礎をなす電線の生産を受け持った工場の任務がとても重要だとし、自力構成、国庫奮闘の革命精神を発揮して欠けている工程を地球保管して生産工程の近代化、科学化をさらに高い水準で実現しなければならないと教えました。そしてそのための課題と方法を具体的に示しました。自力構成、国庫奮闘の革命精神を発揮しよう。こうした総書記の崇高な意にのっとり、工場の労働者たちは奮起しました。生産装備の近代化、科学化の水準がはるかに高まり、設備と技術の管理が絶えず改善されました。そして遠隔教育大学と科学技術普及室を通して、労働者の専門科学技術の知識と技術技能の水準が絶えず高まりました。その結果、電線の質が向上され、生産も増えました。今、潜在工程から延伸、ケーブル生産などの電線の各生産工程は統合生産式システムによって行われています。平壌326電線工場の職長、江東武子さんのお話です。우리힘이되주고과력전선의힘이되주다는것을실체로통해서더욱自分の力が一番で、自力構成の力が一番だということを実践を通して一層感じています。先日も高価な原料の代わりにできるものを生産に取り入れて成功し、欠けている生産工程の設備も自分の力と技術によって。国では指折りの平壌326電線工場は今も社会主義経済建設に大いに役立っています。326電線工場の人たちの奮闘ぶりをご紹介しました。